Let's get this show on the road! かつて大きな争いがあり、世界は七つに分かたれた。来るぞ、覚悟を決めるのだ。戦いに不慣れな貴様には中の基本、敵との打ち取りだ。さあ、敵に近づいてみるがいい。よし、次は攻撃を繰り出すのだ。悪い悪い、戦争の夢を見ててさ。もう戦争なんかずっと前の話でしょ。まあな。最近歴史の勉強ばっかりしてるせいかもしれない。士官学校の試験が近いんだよ。やば。大戦争の後、互いに傷つけ合うことの愚かさに気づいた人々は、二度と争いを起こさないと誓い合い、七つの王国のもと、千年にわたる平和な時代が続いていた。おーい。久しぶりね。俺が居眠りしてたってよくわかったな。まったく、いとことしてはちょっと恥ずかしかったわ。へえ、二人はいとこ同士なんだ。そうなの。ねえ、この子どうしたの？ああ、下宿先で仲良くなったんだ。僕、ハミラン、よろしくね。よろしく。ねえ、どこかで会ったことないの？そういえば、ジャイワールのみんなは元気か？ええ、元気よ。そういうあなたは聞くまでもなく、元気そうね。
まあな。あ、そうそう、これみんなからのお土産。おお、オレンカに留学してもう1年でしょ。そろそろふるさとの味が恋しいんじゃないかって。懐かしいな。今日は久々にジャイワールナムだ。それにしてもやっぱりオレンカは全然高いね。一度見てみたかったのよね。龍が太陽を喰らう日、双子が生まれ、再び大地は戦乱に覆われる。多くの血が流れた後、双子の王が新たに君臨する。これ古の予言よね。ああ、意味はよくわかんないけどな。要はもう二度と変装なんかするなってことなんじゃないのか。ちょっとやめなさいよ。もう相変わらず落ち着きがないんだから。お前こそ相変わらず学級委員長っぷりだな。よし、じゃあ寄り道はここまでにして俺の下宿へ行くぞ。あ、ちょっと待ちなさいよ。これだけ広ければ訓練もできるわね。そういえば肝心なことを聞いてなかったけど、あなた留学してちゃんとやれてるの？当たり前だ。学校の戦闘演習じゃ俺が主席なんだぞ。本当かしら。ほら、なんなら鍋が煮えるまで試してみるか。いいわよ。手加減は無用。久しぶりに真剣勝負と行こうじゃない。いとこ同士で手合わせするんだね。よし、ここは僕のじゃなかった、我が輩の出番だな。ためになるアドバイスをしてやるぞ。基本中の基本だぞ。その調子だぞ。さあ、次はこうやってみるのだ。
前もな。うんうん、二人ともよく訓練を積んでいるな。感心感心。ちょうど煮えたみたいだな。飯にするか。え、あーいい匂いだな。ほら。ありがとう。それじゃあ久しぶりのジャイワール鍋で再会を祝いましょう。ああ。今の音、呪文か？一体何が？ジャイワールだ！ジャイワール軍が攻めてきたぞ！え？今ジャイワールって言った？ああ争うことは固く戒められているはず。それにジャイワールと廉価は友好国よ。ガタガタ言ってる場合じゃない。とにかく今は橋の人たちを守るんだ。そうね。大体片付いたな。へえ、随分でかいもの振り回してるじゃないのさ。
さん、ぼんやりしてる暇はないよ。オレンカを守るんだろ。だったらさっさとこいつを倒しちまわないとね。気を食らっちまうとただじゃ済まないよ。なんて大きさなの。こんなやつジャイワールじゃ見たことなかったぞ。鬼コンボは図体がでかい分、攻撃の後に大きな隙ができる。やつの動きをよく見て、攻撃が終わった直後を狙うんだ。モンゴとぶち破ってやる。覚悟しておけ、オレンカの王よ。正義は我にありだ。引け。あいつセザールだよな。ええ、セザールが王子自ら攻めてくるだなんて何があったっていうの。お二人さん、なかなかやるじゃないか。あなたこそ、さっきは危ないところをありがとう。あんた何者だ。少なくともオレンカの人間じゃないようだな。ちょっと、人に名前を聞くときはまず自分が名乗るものよ。そうか、お互い自己紹介がまだだったな。けどそれは後でゆっくり。どうやら私たちに用のある連中がいるようだからね。詳しい状況は未だ把握できておらんが、ジャイワールがオレンカを攻撃したのは事実。一体なぜこのようなことになったのか。ジャイワール側にどんな事情があったにせよ、オレンカは甚大な被害を被りました。断固戦うべきです。しかし、国同士が争うことは古の予言によって固く戒められておる。失礼いたします。先の戦いにて最前線で戦っていた者たちを連れてまいりました。おお、そなたらがオレンカの民を守ってくれた者たちか。
心から礼を言うぞ。いや、気にしないでください。当たり前のことをしただけですから。ちょっと王様に対してなれなれしすぎるわよ。うん。ところで、そなたらは何者か。はい、俺じゃなくて、私はジャイワールからオレンカの士官学校へ留学に来ているものです。で、こいつは私のいとこで、今日ジャイワールからこっちへ遊びに来たところなんです。何？ジャイワールが攻めてきた場に先んじてジャイワールの者がいた。まさか貴様らジャイワール軍と通じ、今回の襲撃に加担していたわけではあるまいな。違います。私たちは騒ぎを聞いて駆けつけただけで。そんな出来すぎた偶然があるものか。お待ちください。そもそもこの子たちが本当にジャイワール軍と通じていたら、前線で戦うわけがないでしょう。この子たちがジャイワール軍と関係がないことは私が証明します。そなたは一体？申し遅れました。私は宗主国ゼビオンの戦士オルネーゼ。襲名によりオレンカへ参りました。ゼビオンのオルネーゼ。オレンカ王、我が主ゼビオン王はジャイワール軍の不穏な動きを知り、私をオレンカへ使わしました。今回の一件、もしオレンカ王に争いを止めたいという意志がおありなら、きっとお力になれるかと。そうか。オレンカにはジャイワールと争う理由も意志もない。故にジャイワールが再び攻めてくる前に、カノ国の思惑を知り、和解の道を探りたいと思っている。そこで宗主国ゼビオンの力をお借りしたい。和解のために我が国とジャイワールの間を取り持っていただきたいのだ。承知しました。では私はすぐにゼビオンへ立ち、今のお言葉を王に伝えましょう。なあ、俺も一緒に連れてってくれよ。これ以上オレンカとジャイワールが戦わなくて済むように何かしたいんだ。私も行くわ。オレンカ王、いかがいたしましょう。では戦士オルネーゼよ、この者たちと共にゼビオンへ向かってくれ。オルネーゼさんのご迷惑にならないよう、くれぐれも慎重に。よし、じわじわたぎってきたぜ。王様、任しといてください。この俺がガツンと話をつけてきますから。我が輩も一緒に任務を遂行してくるであります。ちょっと、あなたたちちゃんと話を聞きなさいよ。頼んだぞ。はい、はい。